どうもブレイキングオタク、リョウです。今回もなかなかカードが発表されていないブレイキングダウン 9.5 についてですね、こちらの動画を見ていただければわかると思いますが、選手たちがおのおの匂わせていて、なんとなくどの選手が出場しそうかっていうのはわからなくもない状況ですが、そんな中一人の勇者が名乗りを上げていたのでご紹介します。ブレイキングダウン、先ほど動画を出しましたが、本日10月2日、ジョリー選手が自身の怪我により、ブレイキングダウン 9.5 のビッグカード、ジョリー vs シェンロンが中止になったという報告がありました。ジョリー vs シェンロンは 9.5 においてはかなりのビッグカードであったことが予想され、ブレイキングダウン大ピンチかといった状況の中、9で初登場し、早々にミクルの兄貴ともコラボを果たした新生スター、親父狩りのレオ選手が満を持して名乗りを上げました。俺が代わりにシェンロン芝居たるわ。シェンロンと戦わせてもらえませんか。これは結構面白そうですよね。レオ選手はツイッターの解説当初からジョリー選手をしばくことを目標にしているので、一応ストーリーがあるというか全く無関係ではない。そしてここでジョリー選手に借りを作り、なおかつ実力を見せることができれば本命のジョリー選手をしばける可能性が出てくるという意味では熱い展開とも言えます。しかもこのレオ選手のツイートをブレダウの運営もリツイートしているので、マジで組まれるかもしれません。そしてさらにさらに、先ほどシェンロン選手が自身のインスタグラムにて、あー今から5日で6キロ減量やんけ、しんどいやんけ、やったのやんけと減量を開始したことを匂わせており、これは確定と言ってもいいかもしれませんね。ただレオ vs シェンロンになった場合、問題になるのは勝負論ですよね。レオ選手は西島選手相手に善戦したものの、シェンロン選手とは体重差がある上に経験値的にも差があるように思えますが、レオ選手にはスキル親父狩りがあり、相手の年齢が高くなればなるほど力を発揮するため、シェンロン選手は31歳とそこまで親父というわけではありませんが、それでもジョリー選手や西島選手よりは上なので問題なさそうです。開催目前にして波乱の匂いがしてきたブレイキングダウン 9.5、 まだ公式からは1カードも発表されていませんが、今回は喧嘩自慢対決的なカードが多そうなので、今回もバチバチの神興行になるかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。引き続きブレイキングダウン楽しんでいきましょう。ということでバイバイ。